タタ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 タおい、おい、今日はな、13万円のこの大谷翔平さんを使って、おい、みんな、13万円だぞ、13万円。お金の重み、イコール、玉の重み、イコール、この大谷さん、飛びません。世界一飛ばない大谷翔平を今日は大会で使っていきたい。イコール、俺はもう負けね。はいどうも、はじめましたアリチャンネルです。よろしくお願いいたします。はい、今回の動画はですね、2022年シリーズ2のワールドスター大谷翔平 with 13万円というところでね、今回は、13万円のね、大谷選手を今日は大会の方でね、ご紹介していこうかなというふうに思います。いやー、ついに来たよ。俺3年間プロスペやってんだけどさ、初めて大谷、まあピッタニさんですね、獲得することができて、もうマジで今嬉しいよ俺は。うん、はい、というところでね、じゃあね、ちょっと大谷さんね、能力の方だけね、軽く見ておきましょう。球威84の A で、スタミナ84の A で、まあこれ同値ですね。で、制球がですね、まあ称号で一応 B 乗ります。ちょっと後で俺もう限界突破工事使って、もう称号チャレンジするわ。やっぱりね、もう大谷さんこんだけお金かかって、なんとか救えたじゃないですか。いやもんで、もうね、俺好きなもうピッチャー、もう一生使います、大谷さん、マジで。なんでね、ここの称号チャレンジちょっと大事にしていきたい。はい、そしてですね、まあ球種の方が、まあ、皆さんね、もう強さっていうのは分かってると思うんですけど、まあ、一応隠れて中継ぎ抑えもやっぱりね、これ限界突破できると、まあ、使えるといったところで、まあ、強みはあるといったところですね。まあ、大谷さんといえば、まあ、簡単にざっと言うと、まあ、まっすぐ速くてスラカがあってで、ね、この高速カーブがね結構ねミソなんで、まあ、大会のね方でねちょっと実践していきたいかなといったところで、フォークもやっぱり打ちづらいといったところですね。まあ、ツーシームはないんですけど、ツーシームがないピッチャーで打ちづらいピッチャーってあんまりね、まあ、2球種とかじゃないといないんですけど、やっぱ大谷さんはね、球が速いっていうところで、やっぱ大会ルールでは特に、最強クラスの、まあ最強だね、うん、最強最強、うん、13万だもん、うん。はい、特殊能力ね、超剛速球、奪三振、尻上がりですね。といってね、これ結構ね、発動すると、相手のね、ミートとかマジでね、下げるんで、得の思うは悪くはないですね。うん、っていう感じなんで、まあ、大谷さんをね、もうついにちょっとガチオーダー見るか。僕のガチオーダー、こんな感じになりました。大谷、メルセデス、山本、千賀、マー君。ちょっとね、マー君を今後どうするかはちょっと未定ですけど、まあ、山岡さんとか石川さんも裏に控えてるといったところで、まあ、ピッチャー陣も、だいぶ固まったね、これは。キャラゲーキャラゲー。ああ、そうだそうだそう、みんな称号チャレンジと試合前に行く前に、ちょっとこれ大谷さん使うとき、これ野手の大谷さん使えないんですよね。本当は1番ピッチャー大谷とかにしたいですけど。うん、なんでね、ちょっとここは、とりあえず今後多分、まあ、4100の正隆選手入れていこうかなと。うん、もぎもぎもいるしね。さあ、というところでね、じゃあ大会の方に移っていく前に、称号チャレンジの方だけね、やっておきましょう。みんなこれ真似しないでね、マジで。ダメだからね、限界突破コーチを使うのは、ただ、もうこれに関しては、愛。うん、いきまーす。さあ、ということでね、制球 B に乗ってほしいと思ってる俺は。うん。ただ、球威も落としたくないから、もう球威ゴリ上げか、制球ちゃんと B 乗るよ、みたいな。うん。そういった形を取りたい。いけ、翔平！全力投球は？来ました。球威87の大谷翔平、全力投球かましていきたいというふうに思います。行きましょう、それじゃあ。いや、みんなさ、この画面見て、なんかさ、感慨深くない？感慨深いって言葉合ってるか分からんけど、俺のさ、大会の画面でさ、先発大谷翔平75レベル。もうこれ、感慨深いよね、ちょっと。去年ありえなかったもんね。じゃあ行こう。うわー、ちょっと待って、めっちゃ強い人来た。いや、マジか、めっちゃ強い人来たな。ちょっと集中していくわ、みんな。特に打撃ね。うん。はい、ちょっと待って、名前が見えないぞ。ユーランド鶴見さんね、対戦の方よろしくお願いします。ちょっと音量だけ1個上げるわ。うん。さあ、というところでね、こういう方の相手になった時にね、やっぱね、大谷さんをね、どう使っていくか、ちょっとね、頑張って見せていきたいですね。ちょっと初めて使うので、まあ、今までやられてみて嫌な配球っていうのを、ちょっと試しながらやっていきたい。とりあえず右バッターね、1番田村さんが打席に立っております。まあ、とりあえずスライダー見して、まあ、ちょっと丁寧に行きましょうかね。カットボール見せる。やっぱりね、この大谷さんって言えば、この横の使い方っていうのが、マジで大事なピッチャーだと思うんで、まずはね、やっぱり横から攻めてって、相手の調子とかを探っていきたい。これ飛ばないでしょ。70、じゃあ、87だからみんな。
スライダーってやっぱ飛ばないんだよね。さあということで頑張っていきましょう。引っ張り警戒で高速カーブ行ってみていいかな。高速カーブこれストライクをちょっと狙っていく。あ、やばい、甘い。うわー、ちょっと待って、いやー、ちょっと待って、制球落ち、オッケー、全然オッケーですか。引っ張り警戒、まあ、次はカットボールかな。でね、どこでストレートを見せるかっていうのもやっぱり大谷さんのポイントかなと。相手の方もね、打率5割ならばあるんで、うん、やっぱりね、反応はしてくると思うんですよ。うん、それなりにね。そうそう、ストレートとかは。だから気をつけなあかん。だから僕も結構大谷さん練習してるんですけど、やっぱりね、苦手意識っていうのも結構なくなってきてはいるので、まあそういったところでね、相手の反応を見つつ、配球はね、やっぱ変えてあげたいところはある。さあ、ここは、とりあえずカットボールベストピッチいって、うん、振らんよね。まあ振らないっすね。どないしましょうかね、これ。めっちゃ迷いますけど、一旦フォークいきますかね。一旦ベストピッチフォーク。はい、これ飛びません。うん、うわぁ、見るか。だったらストレート行きたくねっていう話。うん。行っていいよな。ちょっと行ってみるわ、ベストピッチストレート。うん、どうかこれ。おい、詰まってる、詰まって、いい、強い。まあ、一本ホームラン打たれてるけどね。全然 OK、全然 OK。もう一回行っていいんじゃねえか、これ、ストレート。うん。でもやっぱね、5割7分あっても、やっぱり詰まりますから、大会は。ほら、これ詰まってますから、これ。落ちないでしょ、これ。マッシャー強すぎ、今日負けねえわ。ちょっとバッティングまず集中していい、みんな。やばい、切れて、頼んで、ダメだ、あーもう。いやー、切れないかな、これ。いやー、マジかー。いや、もう藤波さん、マジ強いわ。うわー、やばい、やられてるわ。ちょっと待ってよ、大谷さんに援護点を。大谷さんで抑えても打てんかったら意味がない。さあ、頑張ってやっていきましょうかね、ほんなら。じゃあ、引っ張り警戒。どうやって配球しましょうかね。まあ、一旦コスパを見せますか。これね、やっぱベストピッチ出さないとね、大谷さんストライク入っちゃったりするから。まあ、ここら辺はね、やっぱりね、気をつけていきたいところはある。うん。で、何投げよっかなっていうところですけど、一旦ストレート行ってみて。いやー、ちょっと甘いかな、これ。ベストピッチストレート一旦は行ってみて。うん。いやー、ちょっと切れて、お願い。やぶねー。やっぱストレートは反応してきますね、だいぶね。ちょ、ストレート一旦高めにしていいですか、ベストピッチで。うん、これフランかな。まあ、フランスよね。フランスは、まあ、カットボールいきますか。カットボールをベストピッチ。頼む、大谷さん、翔平。見るか、それ。うまいな。ちょ、高めフォークとか行ってみていい。意外とね、こういうね、高めのフォークってね、タイミング甘かったりするんで。うん。OK! よしよしよし、さすが大谷翔平。強すぎる。うん。あ、来ました、左バッターね。もう左バッターに大谷さんは滅法強いんですよ。うん。トリマね、スライダー行くじゃん、ここ、一瞬ね。やっぱりね、これがね、振ってくれればでかいっていうところがある。で、このね、ミソはね、このね、高速カーブ。ちょっとベスピが出なかったから怖いですね、これ。あ、やばい。やられたわ。やばい、大谷さんコントロール。あそこの左バッターちょっと打たれちゃったんですけど、インコースの高速カーブって結構ね、手が出づらいので、もう少しちょっと左に投げた方が良かったかもしれないですけど、僕も。うん、そこら辺ね、ちょっとね、皆さんちょっと意識してみてください。はい。で、まあカットボールとかもね、やっぱり強いっす、左バッターは。まあすら見せつつ、こういうカットボールでカウントを取ってあげるみたいなところはやっぱり強い。で、ストレートちょっと行ってみていいかな、これ。うん、早めに追い込みたい気持ちあるんで。うん、オッケー、追い込む。どないしますか。高速カーブいきますかね。さっき打たれてるんで、相手の方反応できると思うんで、これボール球でギリギリね、見てくる。まあ、スライダーかな、タイミング早く振ってほしいけどな。振らんやな。まあ、振らんはないわね。振らないよな。もう一回ちょっと行ってみていいよ、俺。うん、ベストピッチで。うん、どうかな、振ってほしい。OK! よっしゃー、監督、会長だ。会長忘れてた。あだ名忘れちゃダメ。うん。いや、強いね、やっぱりね。相手5割並ぶよ、みんな。うん。2点取られてるけど、うん。冷静に考えたら、冷静パスタに考えたら強い。どないしますか。これは、カットボールから入りますかね。高めのベストピッチカットボールから入って、いや、うまい。いや、それはうまいわ。ちょっとベストピッチ欲しいよ。うん。正面。オッケー、でかい。ちょ、点取ろ。ちょ、集中するわ。マジで集中していい、打撃。ちょっと集中するわ、みんな。ここね、マジで抑えなあかん。ちょっとなんでこんなの、ちょっと藤波さんにやられてんのよ。ちょっと頑張っていきましょう。うん、ちょっと集中していきますわ。引っ張り警戒。とりあえずチェンジアップとかは、あんまりストライクには入れない方がいいので、まあ、ベストピッチとかでこういうところを見せるっていうのは結構大事かなっていうふうに思いますね。ちょっとカットボールストライク取りましょうかね、これ。うん。カットボールベストピッチで行く。
あ、振ってくるか、うまいね、うまいうまいうまい。でもね、やっぱカットボールとかスライダーって正面に行きがちの球なんで、まあそうやってね配球できると結構いいかなと思う。うん、さあ高めフォークから入りたい。これ、うん、これ高めのフォークね、あのボールになっちゃったんですけど意外と反応できないんで、皆さんもねぜひぜひちょっと使ってみてほしい。うん、でスラーブ見せる、どう。あーダメだよね、いやこれちょっと怖いんですけど、スライダー行ってみていい。うん、こっからストレートも意識してるはずだから、ベストピッチスライダーでどうかなっていうところある。いやうまいな、取れんかなこれ。いやー打つか、うまいね、うまい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 。オッケー、振って、よしよしよし、強い。オッケーオッケーオッケー、ここ切ろう、ここなんとか切ろうみんな。うん、引っ張りストレート行っていいよ俺。うん、ビタビタベストピッチ180キロ、よしじゃフォーク行くわ、フォーク、うん、フォーク、ベストピッチスーパーフォーク。いやうまいな、反応してきてるねだいぶね。うん、だいぶ反応してきてるっすこれは。うん、ただこっからなんとかしたい。高めスライダー、高めスライダー、ベストピッチスライダー、ボール球見てくる。まあフォークかな一旦は。振って、やばいか、甘いか、あ甘い、うるさい、牽制入れる。カットボール行ってみていい、これちょっとカットボールで押すわ。カットボールベストピッチ、ファール狙いとかもある。正面、いや打つか、うまいな、3点目か。いやまあ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 、なんとかここ切りたい、頑張って。うん、あ手が出ないと思うんだよある程度は。ちょ甘く入っちゃうねーうわー4点目か、大丈夫大丈夫。いやもう13番かけてんだよこっちはよ。まあ打ちそうな気がする。オッケー、押したぎ、9位で押した。ちょ集中するわみんな、もぎもぎからスタート。いやーもぎもぎちょっと待って、負けたくない、勝ちたい、ここは集中。いやーマジかー、やられてたよ、すごいわ。いやマジで、いやーこれはやりました。うわー13万返してくれよー